はい、こんばんは。はい、こんばんは。今回なんだけど、うん、まあ俺聞きたいことがあったの、太郎に。うん、俺が入ってたって刑務所の話したじゃん。うん、この間ね、ASF の話ね。うん、でもうちらのところって、うん、やっぱり再犯と違って、うん、初犯刑務所 A 級ね。うん、うん、やっぱり太郎が行ったところってやっぱり B。 まあ俺は少年院とかも行ってるし、うん、まあ B 級。俺はそっちの方が行かなかったから、うん、どういう工場があって、うん、まあイメージだ、俺のイメージなんだけど、うん、そういうなんか侍工場っていうか、その、うん、そういう組織の人間が、うん、まあいろんな組織あんじゃん、うん、ぶつかり合って喧嘩したりとか、うん、で本当にまともに知ったったのかなっていう、うん、どこの工場行ったのか聞きたかったの、うんうん、じゃあまず順を追って時系列で、うん、まず図書計算工場におりました、うん、一番最初、うん、で1年半で教養で懲罰食らって、うん、次に内装工場に行きました、うん、でその内装では俺結構水上から嫌われてて、うん、ガテが回って、うん、内装からは出てってくれと出されました、うん、でその後第一工場木工場に行きまして、うん、そこでは、まあ、ちょっと俺のシャバの知り合いが飛ばれて、うん、でうちらもちょっとやり返してみたいな喧嘩で懲罰食らって、うん、まあ、その後4工場に行って、うん、でその4工場ではまあ俺たちがちょっと自ら飛んで、それで懲罰食らって、その後まだ1工場に出戻りして満期出所と、まあそういう流れで、あの侍工場っていうとこは俺行ってない、あんまりそのびっちりしてる工場は俺行ってないな。あ、なんだ、うん、その図書系って、うん、結局何室とかなの？まあ計算は俺ちょっと分かんねえんだけど、まあ俺は図書の方だったから図書2名、うん、計算2名合計4名の工場だったんだけど、うん、図書はもう全受刑者の月に1回の図書購入の眼線を全部もらって、うん、それを全部パソコンに入力して業者に発注して、で届いたら、まあ、それを各社房に配っていくっていう仕事。あ、そういうことね、うん、でそこで上がった理由が教養。うん、まあ教養、これもしかしてこれ教養したわけじゃないよ。いやお前ホモじゃねえよ。その時はよ、うん、やっぱり俺若いし、うん、刑務所入ってすぐだったし、うん、で俺より古いやつがいたんだけど、うん、俺そいつのこと気に入らなくて、うん、俺全部出したんよ絵遣いで。うん、俺がその工場でトップに君臨して、うん、お山の大将だったんよ俺が、うん、でそれでも多分俺も下の人間から絵図書かれて多分出されたような気がする。トップになる人間ってそうなるよ多分、うん、国天狗になった。うん、で図書なんだけど、うん、やっぱりヤクザばっかりいる刑務所だからみんなヤクザの本を注文するわけ、うん、でやっぱり注文してもダメな本もあるわけ。あ、で俺が行った時ってかなり厳しかったの、うん、普通にまあ、そういうアウトロー系の小説を書いてる人で、うん、宮崎学さんとかそういう人がいるんだけど、うん、まあ、大したこと書いてないんだけどその人の本もダメだったし、まあ、もちろん実話ドキュメント、実話時代、実話ナックルズもダメだったし、うん、あとまあ山市構想のヒットマンとか、まあ、そういう小説もダメだったんよ。うん、でもそれを全部ダメだってやっとまだ眼線を戻してまだもらってパソコン入力をやり直すっていう手間があるから俺全部入れたの。あ、なんだ、うん、あれ山一証券の話は大丈夫だった？いや全部入れたの俺本当に全部ほぼほぼ俺が許可して入れたの、うん、でその図書の担当って、うん、普通の工場担当と違って教育の先生だったんよ、うん、だからもうアマちゃんよ、もう楽勝なんよ、うん、で例えば太郎くん何々の本入れたでしょうってダメじゃないとかって言われるんだけど、うん、あ、すいません間違えましたって言えば大丈夫だったんよ。でも一回入れたものに対しては次ダメにすっとなんで俺はダメなんだって絶対トラブル起こっから、うん、もう一回入れたものに関してはもう許可なんのよ。あ、なんだ、だから俺は結構よ崇められたよあの時図書で、結構革命起こしたよ盛岡少年刑務所の、うん、その図書ではかなりの革命を起こしたと思う俺。もうエロ本なんかもバンバン入れたし。マジか、うん、アニメとかも。いやアニメはいいんだ最初から。十何年前のエロ本とかも大丈夫だった？いやそれお前が差し入れしたやつだから。ちょっと皆さん聞いてくださいよ。あの当時平成17年だよ確か、う
その時にこの野郎はブックオフで買った平成8年ぐらいのエロ本を差し入れしてきましたからね、こいつ。お前ブックオフはねえよな、自分の兄弟分に差し入れするのによ。そん時なんで俺ブックオフで買ったんだよ。だってよ、散々なんか話聞いたらパチンコして儲かってたの話じゃねえか。俺結構儲かってたかもしれないな、その時。うん、それでお前よ、値札までついててよ、うん、平成17年に平成8年のエロ本が入ってきて、一番最後のページに値札が払ってて100円とかってお前払ってたら俺も頭にくるよ、本当に。ただその時の俺の趣味だからな、それでも、うん、結構よ、誰かがエロ本を買うと社房の人間みんな喜ぶんよ、うん、どんなのが来るんだろうって、うん、お前から送られてきた本は誰も見なかったわんな、本当に。ふざけてんな。いや、ふざけてんなお前だべ。でもいい思い出じゃねえ。うん、まあいい思い出だけどな。まあ当時は、まあ、でも結局アダマイ工場さ行けたってことだべ。うん、なぜかよ、うん、アダマイ工場行けたんだよ。うん、うん、すごいな。うん、やっぱ俺もよ、刑務所初めてだったからドキドキよ、どんな工場に行くんだろうって。でもあれでテストあったべ、確か IQ な。うん、うん、それで行かったからじゃねえの。うん、俺の IQ53万だからな、うん、俺はあの部屋では本当にお山の大将やってて、俺は何をしても絶対誰もチンコロしないだろうっていう自信があって、でもまあ最終的にチンコロされて、でその次内装工場に行ったの。うん、うん、でまあ結局経理工場だから、あ、やったって思ったんよ、うん、楽勝だなって思って行ったんだけど、もうそこがよ、盛岡の普通の工場って、うん、みんなやっぱりヤクザモンばっかり行くから、うん、結構ビッとしてんのよ、うん、でもその内装だけは小敷工場だったんよ、うん、もう本当に小敷。俺が入ったその日、うん、太郎くん唐揚げ食えないからねって言われたの、うん、結局シャリ揚げ、うん、唐揚げは全部上の人間に差し出せと、うん、で俺そこでやれるもんならやってみろって言ってしまったんよ、うん、でもそういうことするやつだから、うん、もう雑魚なんよ、うん、だからもう俺がそれ言ったことによって結局俺は何も言われなくなったんよ、うん、なんかちょっとごますってきて、うん、もう俺結局入れ墨も入ってし、うん、ごますってきて、まあ俺も水流して結局長くなったんよ、うん、長くなったんだけど、水上から太郎を出してくれっていうガテが回ってきて、うん、内装にいた工場長から、うん、太郎くんどう、本当に仲良くなって心苦しいんですけど、うん、水上からこういうガテ回ってきて、すいませんけど出てってもらえませんかってことを言われて、うん、あ、わかりました、お世話になりましたって言って俺は綺麗に出てったんよ。いやね、そういうのは、うん、まあしょうがねえよな、仲良くなったから。で俺その結局ケツ割りだから、うん、扱いが、うん、で就業拒否で懲罰なっぺした結局、うん、で結構処遇部でも聞かれたの、なんかあったんだべ、なんかあったんだべって、うん、いやなんもねえなんもねえって言って、結局俺がケツ割ったことになって出たんだけど、で水上からガテ回ったって知ってだったから俺、うん、で懲罰房に必ず水上がご飯配りに行くから、うん、俺その時に絶対飛んでやると思ってだったんよ、うん、でも扉がねくて飛べねがったな。で結構嫌がらせされた、コロッケの上に赤貝が乗ってたりとか、そういう嫌がらせがあった。そういう料理だったんでねえの。でも、いや違う、あからさまに違うからそれ。うん、まあ、ってことで結構いろんなエピソードあるんですけど、うん、まあ徐々にお話ししていきますか。一気に話していくより、うん、ちょっとずつ小出しにしてた方が動画何本かにできるんで、うん、多分みんな何のこっちゃと思ってるかもしれないけど、分かる人には分かるよね多分、うん、ちゃんとテロップ入れますから大丈夫です、うん、ということでまた次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。